GPT2 連勝バロー。すごいな。くれんかな、やっぱトロフィー俺に1個。CPT も強いのもね、そうなんだけどね。なんかね、CPT は、チームの雰囲気作りっていうか、空気を柔らかくしてくれる能力があるから。そういうのもね、また大会とかに強いところだと思うんだよね。なんか柔らかいよね。だからそれで周りの緊張もほぐれるっていう良さもあると思うから、本当にすごいな。まさかな、前回最下位組、俺、アリちゃん、ナラちゃん。戦いがあったな、俺らの。三人で飯行きてえな。うん。俺と、アリちゃんと、奈良香さんで三人で飯行きてえ。で、多分三人酒飲んだら、もうダメだーってなってる、多分全員。俺もうダメだー言ってると思うわ、多分。ワイワイさんさ、そうね、ワイワイさん思ったよね。なんか大変だったみたいでさ、ワイワイさん。なかなかその活動をしなくて、でもちゃんとなんか帰ってきたみたいでよかった。 YouTube の配信聞いてた？俺もワイワイさんのなぁ、ワイワイさんの雑談配信落ち着くんよな。ワイワイさんの動画も見た。あの人めっちゃおもろいな。ゲーム実況を見てたんやけど、リサっていうゲームとね、あと剣士っていうゲームの動画全部見た。ワイワイさんのおすすめ、ワイワイさん。うん、バケモンが人の言葉を喋るな。パクパクパク。いやー美味しいよ、やっぱ素材にこだわってるね CPT は。